ホルモン TV。 はい、どうもホルモンです。で今回ですけれども、滋賀県の南草津に来ております。なぜかというとですと、国道1号線沿いなんですけれども、結構普段ね、車でここ走るときにデカデカときらびやかな看板があって、パッて見たときに、ちょっと見てください、あれ満腹ホルモン、僕の店でしょで、それを見たときに呼ばれてる気がして、電話してお店の方に、で撮影の許可できるかって聞いたらね、もう快く OK してくれて、ここホルモン TV じゃないですか。でチャンネル名伝えた時に、もうぜひぜひホルモン TV さんならうちにぴったりなんで来てくださいということで来させてもらいました。はい、ここはホルモンうどんが推しのメニューらしいんで、それを食べていきたいと思います。事前にググってどんなか見たんですけど、めちゃくちゃ美味しそうやったんで、めっちゃ楽しみです。でちょっと早速行くか、行きたいと思います。店内の方入ってきたんですけど、まず店員さんにメニューの説明をしてもらおうと思います。あ、お願いします。はい、お願いします。あ、お兄さんじゃないです、すいませんすいません、ごめんなさい。はい、というわけで店員さんに来てもらいました。まいちゃん、はい、はい、早速に来ているの店員さん可愛いらしいんで、説明聞くのも楽しみです。お待たせしました、説明します。はい、メニューの説明、はい、当店の名物はこちらのやみつきホルモンうどんとなっておりまして、こちらはホルモンとおうどんとお野菜がセットになっていてまいります。お客様好みに召し上がっていただくために、こちらのお肉や卵やチーズをトッピングしていただくのもおすすめです。こちらとサイドメニューでございます。こちらがドリンクメニューになっておりまして、30分から120分のコーデーションです。なるほど、結構ガツですね。ガツいよな。とりあえずもうこのやみつきホルモンうどん1人前くらいでください。心理学部なんですか？学生さんですか？はい、18歳。え、若っ。え、2ヶ月。あ、そっか。なるほど、今学校行きながらアルバイト。ちょっとお願いします。はい、ありがとうございます。かわいい18歳やって、いいっすね、ピチピチは。お待たせいたしました。焼いてもらいたいと思います。はい、焼かせていただきます。亜美さんです。いいの、かわいい、ホルモンから。はい、お願いします。でかいっすね、ホルモン。はい、ちょっと割り目にホルモンに入れました。うまそう。そうですね。こだわりを持って、私も丁寧にしております。匂いがエグい。じゃあ、キャベツを。こいつはこれ焼き切ってから、うどんをやってる。あ、そうでございます。お野菜と、お肉を切ってから、うどんを。はい。はい。これ1人前でもまあまあ結構量ありますね。そうですね、最初は、はい、量が多いと思うんですけど、意外と焼いてからしなくて、キラッと食べれちゃうと、はい、なるほど。お得意さんとかだったら、トントのスイートが無料になるので、へぇ、すごい量もキラッと。みんな何段も食べはるんですか、若い人は。1人、2玉とか、3玉とか、おかわりされる方もいます。すごいですね。はい、でもこの匂いやったら進みますよね。はい、進みますよ。あとご飯も。なるほどね、まあ、今日運転やからね、お酒飲めないんですよね。悔しいわ。めっちゃ香ばしい香りが顔にめっちゃいい匂いしてる。あ、店長さんだった、出た。あ、そうなんです。お肉大好きです。お肉大好きです。なんか告白された気分です。
はい、すごい。ありがとうございます。僕の画面のお店みたいなもんだね。ホルモン生命さんっていうのはどういう由来で、ホルモン生命さんだったの？いや、実はあの全然お肉関係なくて。あ、そうなんですか。僕男性ホルモンが濃いんですよ。はい、まあ、見てもらったら分かるんですけど、はい、で、あの17の時に、はい、こう初めてアルバイト行った時に、はい、顔見られて、はい、そこをあだ名つけられたのが男性ホルモン。男性ホルモンのホルモンだったんですね。そうなんですよ、実はね。で、そこからだんだん短縮していって、はい、ホルモンを見てました。なるほど。YouTube の、はい、あの一番最初の自己紹介動画でもこれ喋ってるんですけど、はい、実はそうなんです。みんなね、なんか焼肉が好きとか思われてるんですけど、はい、実は違うくて。だから、はい、ホルモンもあのカタカナじゃなくてひらがなで言ってるんですよ。あえて、うん、肉と勘違いされへんように今日、されましたよね。そうですね。今回は牛肉のホルモンということで。牛肉じゃないです。男性ホルモン。ああ、そうか。わかりました。いいですか。その、はい、そういう感じでいきます。はい。お願いします。ここまで、まだ言葉入れさせていただきます。うどん投入です。あ、でも確かに結構、量が少なくなってきましたね。はい。お酒とも合うんですけども、はい、うどんなんですけど、白ご飯ともすごいなって、がっつり食べられる方、白ご飯と一緒に食べられる方。白ご飯絶対うまいですよね。はい。白ご飯もらおうかな。はい。第2週ショーとございます。とりあえずシューでください。はい。ありがとうございます。やばいな。卵入ります。大分さんの赤卵でございます。ちょっと濃いですよね。はい。ちょっとこちらもリップしたりとかして、はい、ホルモンを食べてください。ホルモンやら野菜やら、はい、めっちゃうまそうじゃん。うわ、うまそう。ネギと味噌だね。ありがとうございます。全部美味しく焼けましたので、はい、さらに寄せていただきます。このご飯につけて味噌と一緒にお召し上がりください。わかりました。本当はもう味付けてるってことですね。野菜とかホルモンをここら辺につける。最後でホルモンをつけて食べると分かりました。はい、ありがとうございます。はい。はい。ありがとうございます。ご飯どうも、また。この匂い嗅いでめっちゃ米食いたかったわ。レバーは、あの生は結構食べれるんですけど、焼くと、はい、あれです。そうなんですよ。いらっしゃるので、ただそういう方に聞いていただければ。マジですか？僕食べれます？はい。いいんですか？はい。じゃあ、みんなのご厚意レバーをいただけるということなんで、お願いします。はい。お任せください。お願いします。だからでも、レバー苦手なんですよ。でも、それでもなんか食べれる人あるから、なんか騙されてないかな。大丈夫です。じゃあ、そろそろね、食べていきたいと思います。ライスも食べたのね。ちょっと卵割っていくわ。うわ、魚ちょうどいい半熟。やばいな、はい、うまそう。なんかめっちゃ醤油かけたいって。どう食べていこうかな。けど行きましょう、まねに。よっしゃ、これほんまに食ってますよね。このホルモンをあの持ってもらいたいんですけど。持ちますよ、もちろん。はい、分かるかな、この
めっちゃプルプル伝わる？伝わりますよ。やばいよね。ちょっとホルモンさん横に顔近づけてください。似てるんちゃいます？似てる。ホルモンティーカーにしよかったじゃん。はい。でも早速ホルモン投げてみる。いきましょう。で味噌ダレが美味しいらしいんで、はい、いただきたいと思います。いただきます。ご飯にのせてパウンド。めっちゃ柔らかい。レバーいただきましたよ。どう？うまそうすぎに。なんかレバー俺焼いたレバー嫌いやけど、なんかもううまそうやもん。砂糖食べていい？あ、いい。もう行っちゃってください。レバーの苦手な僕が食べれるのかどうかです。いただきます。言っていい？めっちゃうまい。ついさっきまでなんか好意で用意してくれてんのにめっちゃ嫌そうな顔してた。ほんまに嫌いねんか。ほんまに言われへんねんけど、これ食えるわ。この焼きすぎてない感じが食えるかもしれない。なんか半分生レバーみたいな。はいはい。中がすごいなんかパサパサしてない。なんか生レバーってパサパサしてるやん。そうなの。パサパサしてんねんけど。これはなんか生レバーより。いや、けど女性でも。私だけなんですけど、それも。ありがとうございます。もっと。お腹いっぱいになると、もうあのね、そんなパリパリするベリーバージョン。いいんですか？はい。ありがとうございます。ありがとうございます。もらいました。ちなみにレバー全然美味しい。めっちゃ美味しいです。ありがとうございます。ほんまめっちゃうまいですね。いやほんまにありがとうございます。いただきます。いやめちゃめちゃいい店長さんで頼んだこれものだけやろ。これはなんかそのままさつまいもをスライスして揚げてるらしい。なんかめっちゃ艶がありますね。そうやな。いただきます。うん、音聞こえる？もうパリって。あー美味しいわ、うん、甘い感じですか？甘い。他も食べて後でこれ、うん、美味しい。はい、そうこうしてるうちにもう最後になりました。めっちゃうまかった。最後、握りたいと思います。ずっとこのホルモン感動したいな。いやー満足です。はい、というわけでお店の方出てきました。いやめっちゃ美味しかった。ごちそうさまでした。ありがとうございました。はい、
もうね、みんなぜひ一回食べに来てください。マジで美味しいんで、ホルモンプリプリやから、うん、これはもうおすすめします。はい、でね、店長さんの方からお店の PR の方があるみたいなんで、はい、言ってもらっていいですか。はい、どうぞ。当店の名物はやみつきホルモンうどんです。プリプリのホルモンうどん食べに来てください。ください。お待ちしてます。ありがとうございます。店員さんもね、美男美女なんて、なんかすごい和気あいあいして、なんかすごい楽しい雰囲気のお店なんで、ぜひ一回来てもらえたらなと思います。ここで一つ、はい、せっかくなのでホルモン TV さんを見たんで、おホルモン登録無料です。おマジっすか。ホルモン好きさんは、はい、ぜひやった食べに来てください。でもいっぱい食べれるんで、はい、はい、期限が9月の末までです。そんなにいいんですか。はい、ありがとうございます。ホルモン TV さんのチャンネル登録お願いします。お願いします。はい、ありがとうございます。グッドボタンもお願いします。お願いします。あと食べに来てください。お願いします。お、マップホルモンやってるよ。やってるよ。ほな行こうか。ホルモンと生ビール最高で。いらっしゃい。